はいはい、今日は辰野市にあります西番ミュージアムパークにお邪魔しています。場所は JR 本辰野駅から徒歩15分のところにあります。西番といいますと創業100年を超えるランドセルメーカーの老舗であります。天使の羽で有名な場所ですね、うん、こうやって中に入りますとですね、大きなランドセルがありまして、中で写真を撮ることができるんですね。詳しいお話を伺ってまいりましょう。こちらファクトリートップの店長の江口さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ファクトリーショップ店長でランドセルコンシェルジュの江口と申します。お願いいたします。まあ、礼儀正しいお綺麗な方でいらっしゃいますね。まあ、大きなランドセルですね。はい、こちらのランドセルの方が、3辺の長さがそれぞれ6倍のサイズになったランドセルのオブジェでございます。で写真も、ね、撮ることができる、はい、小浜さんのように、はい、中に入ってお写真を撮っていただくお客様も多いですね。はい、それでは早速ご案内いただきましょう。はい、こちらでとにかくですね、ランドセルがいっぱいなんですね。はい、カラフルですよ。見てください、女の子の夢が詰まってますね。見てください、キラキラですよ。さあ、そしてランドセルコンシェルジュということでね、はい、まあ、本当にプロの方が親身になっていろいろアドバイスをしてくださるということなんですよね。はい、さようでございます。はい、一押しお願いします。はい、女の子はこちらのモデルロイヤルクリスタルが一番人気でございます。こちらのランドセルの方が、こちらですね、横に雪の結晶の刺繍がしてあったり、ガラスの靴があしらわれておりますので、こちらも人気のポイントとなっております。気分は本当にプリンセスですね。で、明るめのね、お色でパープルで素敵ですね。で、はい、下の方に目を転じますと、これ内装はですね、ちょっと明るめのこのピンクになってるんですね。はい、さようでございます。こちらクリスタルがキラキラしているところも人気のポイントでございます。まあ、これキラキラですよ。これチャックを開けるとこんなクリスタルというね、贅沢。まあ、細部にまで手が込んでるでしょう。ね、見てくださいよね。女の子にとってですね、ランドセル選びというのはですね、結婚式のドレス選びと一緒なんですね。ですからもうみんな夢決まっ、ね、これ見てください、この綺麗なね。楽しいでしょ、見てるだけでお湯いっぱいになりますね。で、こちらはですね、はい、男の子のコーナーになるんですね。はい、男の子は一点ですね。これシックな感じでしょ。しっかりしてる。こんだけ違うんですね。男の子の一押しはいかがですか。はいはい、男の子で一番人気なのはこちらのモデルロイヤルベーシックでございます。こちらの方、男の子は今でも黒が一番人気でございまして、こちらのランドセルは黒に青のラインが入っています。こちらサイドにトリコロールの刺繍がしてあるのもポイントでございます。青のステッチ、そしてトリコロール効いてますね。これでね、1年生男の子いいスタートが切れるんじゃないでしょうかね。江口さん、いろいろとありがとうございました。はい、ありがとうございました。で、セーバーはですね、世界展開もしているということなんですね。詳しいお話伺ってまいりましょう。広報の船越さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんなふうに考えて海外展開されてるんでしょうか。はい、これまでも、中国をはじめとしたアジア圏で子ども向けのランドセルを販売してまいりますが、すいません、大人向けのね、はい、そう、大人向けのランドセルを8月から、はい、ドイツにて販売しております。ドイツなんですよ、ものづくりの国のね、ドイツで今展開されているどんなものなのか写真があります。こちらをご覧ください、どうぞ。ということで、ドイツはですね、こんな感じでですね、展開しているということ、シコバというですね、ブランドになっているわけなんですね。まあ、海外ではですね、セレブの方がね、ランドセル注目っていうのもありましたけれども、こんな感じです。木内さん、スタジオいかがですか。いや、なんかビジネスバッグみたいで、すごく自然でおしゃれですね。ね、降りましょうか。ねえ、快適でシンプルでね、うん、似合ってますよ。クールでしょ。で、ちなみに僕はこんな感じです。うんうんうん、いや、全然違和感ないですね。いかがですか。いや、違和感なく、ね、いいでしょ、ね、はいはい、で、中ちょっと見てね、見てみましょうか。こんな感じになってるんですよね。水や汚れに強い素材になってまして、これはドイツでしか、まあ、売ってないんですけど、特別にですね、今日こちらにね、お出ししていただきました。船越さん、お願いします。はい、ビジネス向けのバッグとなっておりますので、うん、中にパソコンが入りやすいようにバックインバッグが入っていたりとか、 あとは中もこちらですね、収納しやすいようにいろんなポケットがあるような、うん、もちろんスマホも入るし、スマホも入るし、 A4 の書類も入るということなんですね。まあ、ドイツでしか売ってないということなんですね。で、この後中継の後半ではですね、4時29分頃なんですが、はい、2階のスペースいろいろありますんでご紹介いたします。お楽しみに。はいはい、
今日は辰野市にあります聖番ミュージアムパークにお邪魔しています。改めまして広報の船越さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。2階に我々やってきましたんですが、まさに2階はですねミュージアムなんですね。はい、日本で初めてのランドセルに特化したミュージアムとなっておりまして、聖番のランドセル作りにかける思いだったりとか技術をお客様に知っていただくために作りました。はい、でまずスタートの場所なんですが、どんなエリアになってますでしょうか。はい、こちらタイムラインといいまして、創業から現在に至るまでランドセル作りの歴史や歩みを紹介しています。真ん中にはランドセルのパーツの展示をしております。はい、そこでスタジオの小林さん問題です。ランドセルを作るのにどれくらいのパーツが必要かお答えください。今そこもう答え出てますよね。いやでもかなり多いですね。出てる？え、そこじゃないですか。これでしょ。30ぐらい？35とか30、30、40。ハズレでございます。船越さん正解は？はい、250個以上のパーツを使っております。そうなんです。250個以上、いかに手間暇かけてランドセルができるかということなんですよね。はい、では次のところ行きましょう。はい、250個ですよ、250個ね。はい、では次のエリア。はい、はい、次がクラスルームと言いまして、はい、じゃあ教室をモチーフにしたエリアになっております。まあね、懐かしいような学びや母校に帰ってきたような感じになってますですね。はい、で各ですね、机にはそれぞれの年代の流行っていたものとかね、はい、おもちゃとかありますね。給食もありますけれども、こちら平成初期はと言いますと、じゃーん、イチロー選手の下敷きとかですね、たまごっちとかロケット鉛筆とか、まあ懐かしいものが品々並んでますね。小林さんの時はどうだったかな、木内さんの時もどうだったかな、うん、キラキラペン、うわ、ね、その世代、私各年代で、そうね、各年代でそれぞれ楽しめる、おじいちゃんもおばあちゃんもね、お子さんも楽しめるということですね。はい、懐かしさに浸っていただきましょう。それからロッカーのところにはね、いろんなですね、ランドセルが並んでるんですね。はい、そうなんです。昭和初期頃からのランドセルコレクションとなっております。はい、見たことないランドセルあるんですよ。装飾があるランドセルがありますね。はい、結構昔のものは装飾がされているものが多くてですね、あとは、革が結構高級だったので布製のものが結構多く作られていたようです。え、昔はね、ランドセル高級だったそうですよ。で、いろんな装飾ね、お花とかお船とかね、野球選手とかね、いろいろあるということですよね。はい、ずらっとあって、チェッカーフラッグとかもある。ちょっとね、チェッカーフラッグ派手でしょ、めちゃくちゃ派手でしょこれ ね、目立ちますよね。でね、これギネス認定の、何がギネスなんですか。はい、重さが 740g ということで、世界で一番軽いランドセルとしてギネスに登録されたもの。 740g、 どれぐらい軽いんですか。はい、だいたいリンゴ2つ分ぐらいと言われてます。軽いです、リンゴ2つ分ね。だから耐久性と軽さをね、企業努力で克服されているということなんですね。はい、こちらは、こちらがラボエリアといいまして、はい、聖番の機能性を紹介している展示になります。ね、利便性とか快適性とか安全性とかですね、耐寒性とか耐久性とか、一つのちっちゃいランドセルにいろんな機能が詰まってるわけですよ、ね、これ住宅展示場じゃないんですよここね、ランドセルにこんだけ詰まってるわけですよ。だからお子さんの成長を見守っている、まさに物なんだけど相棒っていうことですよね、ランドセルが。だからね、ここに来ると感動しますよ。それをいろいろ体感できるわけですよね。はい、で最後が次のエリア、はい、ファクトリーエリアとなっておりまして、こちら2階の方から工場見学をしていただくことができます。はい、見てください、ガラス張り、ガラス張り、ガラス張り、はい、ガラス張りになってて、皆さんが今忙しそうにされてるんですよ。どんな様子ですか。そうですね、たくさんの職人たちが一つ一つ丁寧に作り上げている様子になってます。そうなんですよ、皆さんですね、磨いたりですね、まさに天使の羽をですね、今から羽にするっていうところですよ、これはね。もう磨いたりこうくっつけたりね、一つ一つ、これをだからね、お子さん見ていただければですね、あ、ランドセル大事にしようってね、思っていただけると思うんですよ。皆さん忙しそうにですね、作業されてます。こうやってね、一つ一つ作るんですよね。はあ、なるほどなというふうに思いますよね。されてるんですよね。こういう姿もここに実際に見ることができるということなんですよね。
すごいなと思いますよね。ランドセルにはね、いろんなものが詰まってるんですよ。思いだったりとかね、手作り職人さんの技だったり技術であったりね。はい。で、ここに全部出てるんですね。はい、ランドセルの作り方の工程を展示しておりまして、ここで豆知識だったりとかランドセル作りのこだわっている点などを学んでいただくことができます。生地を裁断してパーツを作って組み合わせてね、はいはい、前と後ろを組み合わせて、で検品をしてというね、まあ本当にいろんなね手間暇かかって工程があって、ようやくこうやって完成するということになっているわけですね。まさにね、1から10までいろはが学べるということになっているんですよね。で、この聖番ミュージアムパークなんですけれども、8月からオープンしまして、まあ、大変ご好評いただいているんですが、どんな風に営業されているんですか？はい、水曜日は定休日ですが、それ以外は来ていただけるようになっています。ただし土日祝は工場がお休みのためにご覧いただけません。入場料は無料です。現在コロナの関係で完全予約制となっております。その他工場の状況によってご覧いただけない日もありますので、詳細は聖番の公式ホームページでご覧ください。はい、ホームページに、ね、いろいろ予約もできますので、それからいろいろワークショップなんかもね、はい、されているということですので、はい、皆さんよかったらお越しいただければと思います。今日はですね、聖番ミュージアムパークご紹介しました。それでは聖の4時キャッチ、以上中継でした。